勝つまで負けないくんっていいこと言ってんなさらっとさらっといいことしてる、ね、続けてたら負けはないってことやから、勝つまで続けてる気になるな、このペンネームがいいこと言ってるから、いつも楽しく拝見しています、はい、赤いキツネと緑のタヌキの具材をそっくりそのまま入れ替えて食べても美味しく食べられるのでしょうか。なるほど、なるほどね。どうなってるっけ、袋、粉とあれ別になってるんだけど。ってことか、こっちがまあうどん用で、まあ、ちょっと入れ替えてみます。はいはいはい、ちょっともうこれもですね、これもね、あ、もうすべてをね、お揚げも、お揚げも、まあ、多分なんか全然、それは全然それでいけそうな、この卵とかもね、まあ、こいつは一緒か、こいつは一緒、卵は一緒なんだね、卵子さんは一緒、これこっちで。じゃあこちらいただきますね。はい、こっち入れて。ああ、きつねそばっていう状態なんでしょう。でもうどん用の、まあ、だしとかがあるから。そうですね、はい、確かに確かに。このトレードはできるのかっていう。お揚げとかもね、多分研究されてるはずだもん、それ用で。ああ、それ用に。お揚げかき揚げ。あんまりやっぱかき揚げのうどんはあんま見たことないですよね。あ、そっか、うん、え、ないっけ、ないか、あんまりない気がします。粉の色はやっぱ一緒なのかね。あ、一緒なんだ、多分一緒っぽいけどね。でも微妙に違うのかね。違うの、この粉って、うん、ちょっとじゃあお湯を入れてきて、うん、ちょっとしばらくじゃあここからお待ちくださいという。じゃあこれでこの状態、はい、今入れ替えた状態、はい、はいはい、これでお湯をちょっと入れて、ちょっと舐めたいの、両方の粉、はい、これ同じちゃうやん、粉が食べる前にちょっと舐めないでください、粉を。パッと見粉一緒やったもんね。パッと見一緒だったし、あの細かく刻まれて入ってる具も一緒だった、一緒だったね、うん、でも揚げ具材があって、具材が違いますから。なるほどね、やっぱり揚げとかき揚げはもう全然ちゃう、違う、ね、何がおかしいんだよ。いや、全然ちゃう、違う、浅い、急に方言出てもいいですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。毎日会ってなくてもね、まあそれも仕方ない、しゃあないよ、大丈夫かな、もう、はい、多分もう大丈夫だと思います。メガネ外すタイプなんだね。いや、曇っちゃう、恥ずかしいからさ。あ、もう、あ、なんか全然、あ、全然もうそういうやつじゃないよ。あ、でも色は違うんか、だしの、あ、なんかだしの色が違うね、同じ、ね、思ったら、ほら、あ、若干こっち濃いで、こっちの方が薄めで、うん、そうや、だからそばだからちょっと和風が強いというか、あ、そういうことか。こっちはもうがっつり、まあどっちも和なんだけどいただこう、そうそう、もうこうやって、こうやっていただいて、うん、なるほどなるほど。もう一気にいこう。あ、もう私も、はい、いける、その、はいはい、あれも絡めた方がいいんじゃない、ちゃんとそのお揚げさんの、はいはいはい、いくよ、せーの、うまい、おいしい訳して、あ、おいしい、薄ない、全然ちょうどいいよ。ちょっと待って。なんか違いはあるんですか？ちなみに。ちょっと待ってな。ああ、ちょっと次。うまい。やっぱ汁は違う。だしは味違う。これだしはね。あっ。やっぱこっちの方が若干濃い気がする。あ、濃い、こっちのおだしさんは、あ、ほんまに味全然違うやん、これ味全然違う、全然違うよ。
どっちもうまい。料理は美味しい、うん、なるほど。料理は本当に美味しい。じゃあ変えても全然大丈夫。どっちが好きやろ、これうまいぞ。そう、だからどっちもうまいから、どっちが好きの話になってくる。そうなってくるよ。なるほど。どっちもうまい、マジで。そばにお揚げのせてもありで、うん、うどんにかき揚げ天ぷら持っててもありと。おいしい。ちょっとそっち、ちょっと私が食べてないと。おいしい。どっち？俺、せーので言うか。せーので言う？せーの。毎日変化タッグ。美味しいわ。ごめん。どっちも美味しかったです。すみません。こういう食べ方もありますよ。